桜井恵美子と申します。22ぐらいの時にお仕事としてちっちゃなお店やりたかったの、ブティックやりたかったの。でもブティックがスナックになっちゃったの。それが初めて のそういうお金を取って食に関わる仕事なの。私はお家にね、人を呼んでこうもてなしたりするのが大好きだから、よくうちに来てる編集者の人がいたの。あの人が食の仕事をくれたんですよ。初めて、生まれて初めて撮影っていうのをしたの、お料理。オムレツ作ったんだけど、オムレツがめちゃくちゃ下手っぴなわけよ。こんな変なもうわらじみたいなオムレツ作ってるのがよく写真にその本に出たなと思うぐらいなね。でもそれがきっかけなの。そしてそれシリーズでやってたから、本作りませんかってお仕事が入ってきて、あれよあれよっていう間になんか食べる仕事入っちゃって、それでまあケータリングっていう仕事をね、ニューヨークでね見てちょっと面白そうだからと思って、でケータリング会社を設立したんですよ。忙しかったからもう60になる時に辞めようと思ってスパッて辞めたんですよ。で辞めたらばもう人生退屈すぎて、でなんとなく料理教室やって、で料理教室は同じこと何回もやんなきゃいけないから面白くないなとか思いながらやっててまあ70にしてここになんかやろうなって、私はね、あと5年ぐらい、5年やって80なんですよ。だから、もう80ぐらいまでやってないと、もう今やめて、伊豆に帰ったらボケ老人になっちゃうのかなと思うので、それは怖いの。だからちょっとやってたいかなと思ってね。だから不自由はね、起きてきますよね。だって電化製品なんか10年で大体ダメになるようにできてるわけでしょ。でも人間はそういうふうにして作られたものじゃないから、ね、だけどもう70も生きてくれば足腰痛いだろうなんだろうってね、絶対何かしらみんな抱えてますよ。それでもう振り返ってくるものを受け止めないと。例えばここに来るお客さんでも一緒になって喋ってて楽しいし、年齢差とか本当関係なくここで同じようにこう話できたりしてること、それこそエネルギーもらえますよね。もう楽しく人生を、仕事はしっかりしてね、忙しく働くことも大事なんだけど、それだけじゃダメだよ、ちゃんと遊ぶ余裕も持ってっていう、人間本当余裕ね。なんかね、愛してる愛してるって言ってね、結婚したのにね、今愛してるって言ったのにパッて出たらビビビって来た人がいたとしたらそっち行っちゃうでしょ。だから私だって結婚した相手の人に一応愛してるって言われて結婚したんだけど、もう半年ぐらいしたら浮気してたからね。そんなもんですよ。若かったからショックよ。もう何と思って。でもね、なんてことないんだなと思っちゃうよね。時間が経つとね。あ、しょうがないなと思って。だって引っ張っとくわけいかないじゃん、そんな。そっちがもう行っちゃったんだから、女の人のところに。
だから普通ってみんなついつい言っちゃうけど、普通は結局自分で作ってるのね。自分の目線での普通なんですよね。で、普通はあなたそんなことしないわよっていうのは私の目線だから、あなたがそういうことしてももう普通って言っちゃいけないのね、本当はね。若い時って自分に入れちゃおうとするんですよ。自分と同じにやってほしいって思っちゃう。だから苦しくなる。もう今全然変なちゃっちゃっちゃになったんだけど、なんだろう、頑固さみたいなのはもしかして大事なのかなとも思うのね。それがちょっとこだわりになるとうんってこう甘い感じなんだけど、どっかでやっぱり心の中は頑固なんですよ。本当はそれは嫌なんですよ。それがこだわりなくじゃない。人生相談ってそうじゃない。相談しても自分が決めるわけじゃない。きっかけみたいなのはあるかもしれないけどね。で本当になるようになるわけじゃない。だって心配してる分損しちゃうよね。それ私だって不安のことを考えたらいっぱいあるけど、そんなの考えたってしょうがないからは本当に居直っちゃうわけ。いや居直るってちょっとね、あのズーズーしか思うかもしれないけど大事ですよ。だからお客さんに対しても怖いも何もないし、居直れちゃう。頑固でいいでしょ。